カモンシティ、どうもダネジョニーです。シャということで、今日なんですけれども、まあシャというようなね、話題ではないんですけれども、まあ少し前にね、移籍市場が閉まってですね、まあ移籍市場が閉まる1週間ぐらい前からですね、噂されていた、カルバン・フィリップスの、移籍について、取り上げていこうと思いますので、最後までぜひともご視聴の方よろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。シャ、カルバン・フィリップスはですね、ウェストハム・ユナイテッドに移籍いたしました。半年間の期限付き移籍ということで、でなんか買取オプションが、付随しているということになりますので、まあね、もし、こうでかい活躍をしたり、あるいはシティが代役を取ったりすれば、まあ、もう本当に放出っていう可能性もあると。まあ、アブダビのトレーニングセッションには参加せずですね、もうそこからロンドンに渡って、まあ契約のところをやってたということになりますね。背番号は11番をつけるみたいでございます。で、すでにもう2試合出てますね。がちょっと1試合目デビュー戦でいきなりなんかね、味方の自陣のペナルティエリアで敵にパスしたみたいなんですけど、で評価点めちゃめちゃ低かったんですけど、でまあユナイテッド戦も18分の出場で評価点が 6.1 ということで、まあ、結構最低評価食らっちゃってますと。まあまだね、2試合なんでそんなに重く受け止める必要ないかもしれませんが、この半年間でちょっとイメージ変えたいというところでございますね。まあざっとスタッツを見ていきます。まあ身長は177センチの選手で、28歳の右利きということで、でイングランド出身でございます。それから、まあ彼の生い立ちっていうところで言うと、リーズユナイテッドからもうずっと、この2022年までやってきて、22年の夏にシティが取ったというところですが、本当に半年じゃないですね、1年以上、もうベンチを温める時が続いてしまって、シティではまあフルタイムで出たのは、本当に数試合、わずか数試合で、それ以外のほとんどが、途中出場で合計しても31試合1ゴールという非常に厳しい成績を強いられていると。昨シーズンもですね、12試合、たったの12試合ですね、しか出場せず、で出場分数も291分と非常に短いですね。はい。で今シーズンに至ってはですね、175分というところで、まあ半年じゃありますけども、175分厳しい時間を過ごしているというところですね。でまあ彼がまあ使われない理由としては、やっぱりロドリの、存在がすごく大きかったなっていうところですよね。まあ大きくなりすぎたっていうのはありますけども、まあ本人自身もね、親善試合のバルセロナ戦、23年の夏にあった、バルセロナ戦で肩の怪我をして、そこから手術して、まあ、そこまでは良かったんですよね。まだもうちょっと出番あるかなっていう、これからっていうところで結構大きい怪我を負っちゃって、で半年手前ぐらいまでは怪我してしまって、でそこからまあね、冬のタイミングで戻ってきたんですけど、もうほぼ出番なくというところ でそこからやっぱりロドリの覚醒がありましたよね。でまあ本人は結構まあなんていうんですかね、ポジション的に言うとまあ一応ボランチというか、まあ、ディフェンシブなミッドフィルダーなんですけど、やっぱりロドリはもともとディフェンシブなミッドフィルダー、まあ、フェルナンジーニョの後継者って言われてた中で、さらに進化を近年は遂げていて、まあ攻撃に、かなりよく参加している、もうほぼほぼオフェンシブミッドフィルダーであり、ディフェンシブミッドフィルダーっていう本当にオールラウンダーなミッドフィルダー、ちょっと英語が多いですけども、まあそんな感じの非常にもうユーティリティで、まあ世界有数の、ボランチに成長して、でまあカルバン・フィリップスも同様に、まあ、ビエルサリーズで培われた結構戦術が、染み込んでいて、でまあもともと結構前目の選手だったんですよね。だから攻撃結構うまい選手だったんですけど、まあそれをちょっと下目に下げたり、
して、ビエルサが結構コンバートした感じでしたよね。だからすごくもう移籍した時に間違いなくフィットするだろうっていうあれだったんですけど、まあ出番がなくて、もうちょっと前めで使ってもいいのかなと思ったんだけども、まあ彼自身の、まあ体重のまあちょっとバランスが良くなかったりとか、ペップのチームっていうのはね、あの体重がの管理がすごく大事で、あの体重が管理されてないと、あのずっとあの別メニューやらされるんですよね。で、まあ、フィールドプレーヤーの選手だと結構コミュニケーション大事ですから、あの体重が適正体重に戻らない限りはずっと一人でトレーニングさせられるんですよね、うん、っていうところで多分カルバンはずっとそうやってやられてたと思うんですよね。あの復帰、怪我から復帰した後も多分数週間はそれずっと続けてて、でやっと戻ったと思ったらロドリーに、まあ、行かれちゃってるというところで、まあ、本当にパスミスもですね、そこからどんどん増えていって、それが数字にも表れていますと。まあ、ちょっとなぜ成功しなかったのかっていうところについてなんですけども、まああんまりわかんないですね、正直。まあ出番がそもそも少なかったっていうところはありますよね。まあペップ監督は出番を与えたいっていうのはね、結構繰り返して言ってたことでしたから、まあそもそも出番が少なかった、チャンスが少なかったっていうのは間違いないと思うんですけど、まあちょっとフィットネスのところでも、まあちょっとね、自己管理できてないところがあったんじゃないかなとは今振り返ってみると思うところですよね。だからロドリの存在が大きいっていうのは間違いないんですけども、まあ、それ以上にまあフィリップス自身にもちょっと責任はあったのかなとは思いつつですね、まあ、肩の手術は致し方ないとはいえですね、まあ、それがちょっと親善試合で怪我しちゃったっていうのもちょっと痛いところですし、まあもうちょっとね攻撃にも彩りを加えられる選手だと思っていたんですが、あまりにもまあパスのミスとか意外にやっぱりプレス強度のところも甘かったり、まあそもそもの試合数が少ないんで、まあたった30試合ですから、まあペップの選手に順応できなかったのかなっていうのがあるので、まあ、とりあえずモイーズの下で、フィットネス系、まあ、もう選手としてのアジリティの部分を、伸ばしてもらって、で、まあ、戻ってきてほしいですけどね。はい、はい、ということで、いかがだったでしょうか。まあフィリップスウエスタンねというところでしたが、なかなか厳しい、1年半を過ごしたと思うんですが、また昨シーズンから一緒に戦いたいですねというところで、そんな感じですかね。ということで、また次回の動画どうなるかわからないんですけども、また何か取り上げたいとは思っておりますので、ぜひともまたご覧いただけたらと思います。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。シャッ、フィリップス頑張れ。